原宿セントラルアパートは、かつて、東京、表参道にあった、住宅、商業施設である。原宿地区にあって1960年代から1970年代に、かけての若者文化を象徴する、建物の一つとして知られる。原宿セントラルアパートを描いたイラスト所在地は、東京都渋谷区神宮前4丁目で、表参道と明治通り交差点の北東角に、一致していた。 建物は地上7階、地下1階だけで、セントラル空調や給湯設備が備わり、電話交換室のほか、屋上には洗濯室が設けられていた。各部屋の電話は、すべてが、この電話交換室を介しての内線電話となっていた。はじめは1958年、米軍関係者など特別な人々を対象とした共同住宅として完成した。完成当時、 所在地住所は東京都渋谷区穏やか大町目で、これが1965年の住居表示施行によって神宮前4丁目に変わった。昭和30年代後半になるとアパートは上層階に事務所、下層階に店舗が入居するという形態になった。これに伴いアパートにはカメラマン、コピーライター、イラストレーターなどのクリエイターが多数入居。ここに 事務所を構えることが文化人のステータスとなった。また、1階に入居していた喫茶店、レオンはマスコミ関係者が多く集まることで知られた。アパートの地下には1973年、ブティック街、原宿プラザが開業した。原宿プラザは一時、アパート自体もそのからは、テナントの退出が進められてさびれ、1998年には、 建物が解体されて消滅した。T's 原宿2005年11月 YM Square、原宿2011年4月 T's 原宿は原宿セントラリアパートの跡地で1999年11月に開業した商業施設である。これは東部百貨店が所有する約2057平米の敷地を 竹中リアルティが約10年間の事業用定期借地方式で借り上げ、施設の企画、建物の設計、施行、管理計画、テナント誘致、契約、イベント開催、PR 活動までを竹中公務店が行った事業であった。完成した建物は、地上3階、地下1階建てのべ床面積は5205平米、そのうち、 店舗面積は3674平米で、総事業費は約20億円だった。施設には、ギャップ、ピッツァエクスプレスのほか、ソニープラザなど合計5点がテナントとして入居し、このうちギャップは店舗面積約700坪で日本最大の期間店であった。また、3階に入居していたピッツァエクスプレスは、ここが日本進出1号店であった。 ティーズ原宿の名称は、事業主である、竹中コ務ムテニア東部百貨店、さらにトレンディーやテーマティックといったコンセプトなど、関連する様々なティーを表現したものだったという、DJ ティーズとは関係はない。ティーズ原宿には、アイクスック国際デザイン開発賞、最優秀賞をはじめ、グッドデザイン賞、東京建築賞優秀賞など、多数の受賞歴がある。 竹中リアルティによる、借地契約は1998年11、月からの11年8ヶ月まであり、施設は2010年1月に営業を終了、建物も同年中に解体された。青山、表参道地区において竹中工務店が、総合プロデュースを行った類似事業としては他に、同じく、原宿セントラルアパートの跡地の北側部分に、春行した YM スクエア、 原宿や港区南青山に完成したプラダの日本機関店プラダ南青山などがある東急プラザ表参道原宿ティーズ原宿の跡地には2012年4月18日東急不動産を事業主とする新たな商業施設東急プラザ表参道原宿が開業した ABCDEFG 神宮前4丁目 原宿1995コムプロジェクト、温田表参道商店街1994年12月25日発行、P50ABCDEFGHI 竹中、公務店、T's 原宿プロジェクトにおける、トータルプロジェクトマネジメント人材育成プログラム、開発事業調査研究報告書、平成16年3月特定、非営利活動法人プロジェクトマネジメント、資格認定センター。 ありがとうございます。